こんにちは。本日は8番乗り場やっていこうと思います。あ、酔いそうやね。これなんか酔わへん方法ないんかいな。コントローラーでできたりせえへん。あ、コントローラーでできんねんけど。あー、なんか浮いちゃった。あ、立ったんかこれ。手に登っていくんかと思ったこのまま。ちょ待って、めっちゃ酔うかも。え、なんかだってふわふわしてない？多分やけど俺顔しかないよな。だからふわふわしてるんやと思う。これなんか結局8番出口と一緒なんですよね。異変があれば引き返せなんですよね。異変を見つけながら進んでいくゲームだったと思います。あれ、俺ゲーム内容知らんねんけど。あ、進める。え、チャ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 。異変とかいうレベルじゃないねんけど。ああ、おじさん、おじさん。間違い探しやと思っててんけどな。間違いしかない。どうしたらいいんですか。え、これ突撃したら上がんの？話しかけたりしたら。ああ、ああ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 あ、なんだ、全部夢か。あれが現実なわけないもんな。なんやねんこれ、かわすゲームかいな。え、じゃあ全力ダッシュでいけばワンチャン一瞬で終わるってこと？いっけー、いっけー。いける。あ、わかった。多分1個だけ空いてんねんこの辺で。俺が座んねん。で、俺も同じですよって。俺もみんなと一緒やねんでってね。え、仲良くしような。ありがとうございましたと。で、行かせていただく。これもダッシュの方がいいよ絶対。こんなあ、振り向くなって書いてる。好奇心。あれ、あー、これ時間ゲーや絶対。時間ゲーや、閉じ込められて行かれんくなんねや。いや、ダッシュゲーやねんけど。はい、あ、開いた。怪しい、向こう開くん怪しいね。え、てか結構進んでるかも。白川、え、まだ4個目かよ。じゃあセーブポイントぐらいの気持ちかもこれ。やからここ開いてんねや。 4個行きましたよって。え、わかるわけないやん。なんかあの、端から端に飛ばされた気がして。ダッシュばっかじゃダメですよと、そう言うてくれてんねや。なんて書いてる？開けるな。あ、誰かいませんかって言ってる。誰かいませんか。え、でも開けるなで。おい、誰か。助けを求める声がする。ヒカキン来た。え、ちょっと待って、俺思ったけどさ、確かにヒカキンっぽかった。え、これヒカキンの声。間違えた、ヒカキンさんの声。そりゃ助けなあかんわ。俺あの、助けてくれがあったら多分クリアできひん、ごめんな。ラストのとこでもヒカキンさんは助けなあかん。俺なんかじゃあ対応し、あ、見て、こんなんじゃなかったはず。だから今これを視線こっち向けて、これを発見したから次に行けるってこと？ちなみに今の割と怖かったね。で、行っていいってことやな。あー、なるほどね。はい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 。なんかいろんな異変見なあかんねや。これ見つけました。見つけましたよ。見つけたけど、なんて、目を離すな。離しちゃった。目を離すやから、こういうことか。いやー、これ最後の最後で開けるときダッシュしてきそうやー。よーし。びっくりした。無理やん、じゃあ、無理やん。俺、無理よ、俺。クリアできる気せえへんねんけど。で、また、レイズンやから、あ、9、4。サイドステップ？で、1、2、3、4。ういー、これは行っていいかもな。でも行ったら多分なんか女の子いるんですけど、おじさんの子供なのかな。あ、探して、あ、この子や。探してファンと。お、
んかさ、8番出口より怖くない？このゲーム。もう絶対また目そらすなのおばさんや。あれ目合わせた方がいい。おばさんか、目合わせます。こいつ無理やん。どうすんの？てかこれ編集すんの？俺編集したないねんけど。めっちゃ可愛いフリー素材とかに変えといていい顔。あ、ちょうどどうしたらいいねこいつ。こいつどうしたらいいね。まだ俺のこと殺しに来た。わかった。暗い間にダッシュ。おいおい無理やろ。あいつ来たら終わりやって。次来たらサイドステップいけるかな。俺のサイドステップどう？よし。こんな早く再戦の時が訪れるとはな、おばあさん。いた。サイドステップしかなかったか。で、何これ？なんかめっちゃ売れてんねんけど。こんなんだって発見も何も入ったらわかんねんからさ。おじさんと一緒に見るとか、これを。あ、なんかおじさんの上座ってない俺。おじさんの膝乗ってない。あれ座られへんねんけど。これが異変やった。え、今日チャット乗ってない。え、ほんまや、チャット乗ってない。ちゃんとチャットの設定もしたのに、チャット乗ってない。これ異変？え、おい、あかへん。死んだかも。振り向いたら、死ぬんだ。おじさんがいない。おじさん。あ、おじさんおるやん。おじさ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 ん。これ、なんもなしかな、今回は。おじさんが老けた。なんかシワ増えた気すんな。多分さっきのダッシュでめっちゃ疲れたんやろうな。あ、どうしよう、初見のやつは俺死んじゃう。見るな。見ちゃったかも。サイドステップが生かされる時が来たか。で、行くと。何もなかったね。おじさん、もうやめてや、その準備体操みたいな。あそこ立たれたらいけないさ。俺がおじさんになるんか。これどう？この考え。え、おじさん顔がねえ。おじさんの顔がない。そして俺はどうしたらいいんだ。逃げろ。あいつはおじさんじゃない。7まで来ました。に、あ、チカチカした。あ、暗いままや。うわ、これなんかどっかにおって触っちゃったらアウトみたいなありそう。触っちゃったらアウト。触っちゃったら、誰か触ったら、え、ドアがなくなっている。俺は一体、目が合っちゃった。シャピアツと目が合っちまう。ちゃ、お、行った行ったと油断させたな。抜けた。回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ。マスターハンド、最初マスターハンドで始まって最後マスターハンドで終わるってことか。え、目。目。さっきのマスターハンドのやつってことやろ。ドア開いてそっから手出てきて掴まれて食われてエンドやな。おじさん狙われてない。おじさん、おじさんを生贄に俺が勝つ。え、あれあれ、ごめん、おじさんを生贄に。絶対出たら死ぬよな。8番出口で俺はこれで騙されて死んだんや。生き延びれるわけがない。俺は信じてない、このゲームのこと。だっておじさんが降りてない終点やのに。あれ開かへん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 。やったー。なんやねん。そうやったらなんか気持ちよく出たかった。あ、ヒカキン、味噌キンめちゃ美味しかった。疲れた。もうね、こういうゲームマジ疲れんねんけど。全異変見つけてください。もうえぐい時間かかんもん。今何時やと思ってんの。ちょうど12時。
ちょうど12時に配信が終わるなんてことあるか。全部見つけたら激アツエンドですよ。いや、ヒカキン救出エンドがあるんやったらやるわ。助けてくれてありがとう。で、でっかいミソキンくれるならやる。